キュンネームクイズ。メタモジャンピソラザです。藤です。小沢です。マズキロックです。よろしくお願いします。お願いします。今日はね、オンあるんです。オン、調べてきました。おお。で、前回ねドキュンネームクイズをやらせてもらったんですけど、まあ日本人はアホやなと思ったそうなんですが、日本人だけじゃなかったぞと。海外もいろんなドキュンネーム、まあなんていうんですかね、いろいろその海外によってドキュンネームの毛色が違ったりするんですよ。日本は変な当て字をしたりとか、変な読み方をしたりとかあるんですけども、海外ってその読み方に関しては漢字とかないんで、まあ例えば意味がねおかしかったり、聞こえがね変な意味に聞こえたり、単純にデビルとかじゃないんだ。そうそう、まあデビルもあったんです。いるんだ。で、日本と違ってもうバンバン却下されてます。されるんです、まあ、子供の方の意識が強い、それが正義だよ。まあそのデビルとか単純なものは抜きました。やっぱちょっとクイズなんてひねらないと、要は海外でドキュメンでデビルやって問題出したら答えデビル。確かに。だからちょっとひねったやつを用意した、はい、これアメリカだけじゃないです。中国とかスウェーデンとか、まあ北欧喋るので、ね、北欧にバカです。北欧に変なものが結構あった。俺ら答えられるのかな。分からんよね、北欧とアメリカの違いって言われても、まあ英単語が分かれば答えられるかなっていうのと、得意だもん。読み方とかじゃないやつもあるんで、出し方いろいろあるんで、はい、まあとりあえず1問やってみましょう。やってみましょう。いただきます。ペンクロベ、そうね、多分そう読むよと思います。これアメリカですね。これがドキュンネームと、日本人が聞いたらもう普通じゃないよと思うんですけど、ドキュンネームになってます。これがなぜドキュンネームとされてしまうのかお書きください。おお、これ難しいな。要はね、読み方ですね。そう読んだ時にそういう意味になってしまうんです。発音をするとその意味に聞こえてしまうんです。まあこれ最初ですからジャブです。あのね、日本人の英語ってはっきり言うじゃないですか。でもアメリカ人のネイティブってつなげるんですよ。そうね、そうそう、そんな感じでずっと言っていくと何か分かってくるかもしれない。だからここ、ベンってはっきり読まないんですか。めっちゃ書いてるじゃん。全然わかんねえ。これヒントも何にもこうへん。まあ、バカにはちょっと難しいかもしれない。でも英語感じてたらピンってくるかもしれない。そうだ、王さんヒップホップ好きだもんね。関係ないこれ。いや、わかる。多分関係あるよ、これ。でも、なんでだろう。でもこれでドキュンって言われるのか。俺の答えは。なるほどね。だとすると違う。まあ、聞いたらはっきり言わせてもらうと、日本の日にならんぐらいドキュンですよ。この意味に聞こえてしまって、淡姫とかのレベルじゃないっすよ。分かんねえや。まあ、分からなかったら冒険の方に行こうか。ですね。まあ毎回でも約束ですね。面白かったら、まあポイントじゃないけど変なものがついていたりしますから。この前の京都地名ですよね。元祖100円を獲得したり108を獲得したい。即したもんね。即したもんね。なんかもらえるの。はい、皆さん書けましたか。はい。じゃあもう一斉でいいかな。はい、はい、じゃあ一斉にお出しください。せーの、はい、バンクーバー。なるほど。もう略すと BC になって、ベイゴアセンチュリーでこうキリストイニヒの時を表してしまうのかなっていう。なるほど。何も思いつかなかった。そういう名前の犯罪者がいる。なるほど。社会的にふさわしくないみたいな、うん、で、まあキリスト教ですね。そうそうそう、なんかそのかなっていう、不吉やと。そう、不吉ね、確かに。なんか仏滅って名前つけたの。そんな感じ、そんな感じ、うん、そう、バンクーバー、まあそうか、まあ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 大阪って名前つけてるんだよな。バンクーバーってつけてる。アメリカ人がひねりすぎてるな、みんな。こ答えは単純ですよ。これ意味が銀行泥棒という意味。要はベンクロベリーじゃないですか。バンクロベリーなんだ。で、バンクのロベリーで銀行泥棒。ロベリーを知らなかったな。確かに、まあ、ここがね、分かってればね、文字面で見たら分からんけど、名前呼ばれたら銀行泥棒って確かにみんな振り向きますから。それはそうだ。捕まえられる可能性があるんですね。お母さんが呼んだ時にあいつ銀行泥棒だ。やだな、それ。こういうもんやっていう感覚は掴んでもらえた。分かった。ないの。行かせていただいて、行きましょう。ディン、これは単純にこれはどういう意味かです。もうだからもう群馬抜いて変な名前です。
日本やったらありえないです。これもアメリカです。これは単純に英単語です。大丈夫大丈夫、耳から血出てるで。大丈夫大丈夫、じゃあ耳からじゃないです。うん、耳の横でしょ。このお肌がカサカサになってるから大丈夫。全然大丈夫。耳詰まってる。心配やわ。大丈夫、めっちゃ近くに見えるから。なんていうの、こんなもん名前にするんやって話ですよ。子供って、子供を、そうなの。およそ名前じゃないです、日本語からすると、うん、ありえない。はい、はい、じゃあ一斉にお答えをどうぞ。でんでんちぶさ、死体、うんこ。ね、一つ言わせてもらうと、日本にちぶさとうんこさんはいます。うそ、います。僕調べたんです。知ってます。マジで。もっと言うとちんこさんもいます。マジ。はい、そう、女の子。女の子です。うわー、かわいそう。望まれてねえじゃん。誕生。もっとね、意味わかんないです。したってなんとなく、まあまあなんとなく V 系がつけそうじゃないですか。好きに悪魔ちゃんみたいな感じで、そう、死体が立ち、死が立ち、生まれた瞬間死体ってことでつけるなみたいな。意味わかんないですよ。答え、ひわりです。どういうこと。ひわりけいさんのひわりです。意味がわかんない。意味がわかんない。これ俺でもわかんないのか。わかる。だから子供をひわりで何かしよう。月付きで俺ゲップの人もいるわけだから、そしたらひわりでちょっとゲップもいるわけだ。育児するわ。まあまあ、ある種そのなんていうかな、勉強ってね。なんだよこれ。もう本当にあの想像の斜め上を。やばいな。行くね。はい、じゃあ次。これはね、中国です。見たら。これ鬼滅の刃とかの必殺技とかそういうやつ。ね、これに関しては読み方がよくわかんないんで。そうだね。うん、あの読めないんですけど、意味を書いてください。文章なんですってこれ。聞いた。で、まあその文章として言いたいことはわかるんですけど、意味がわかんないんです。文章どれぐらいの単文？文字数で言うと11かな。なんで？4文字じゃん。4文字なのに。あの漢文やから。あ、4文字熟語的なこと。そう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 。そういう感じです。だから一期一会っていうのは、あの一回の出会いがを大切にみたいな感じです。そういう感じのものになります。え、じゃあいい言葉なんじゃない？ドキュね、ドキュというか意味がわかんないんです。だからその文章として考えてみる。雪関連。そう、風が。そうね、雪は入ります。雪はね、よくわかるんです。他がわかんないです。意味が。まあ、この字とかも見たことない。じゃあもうすごいヒント、もう文章やからわからんと思います。何々と雪が舞うっていう意味です。で、まあ例えばそれが桜と雪が舞うとかやったら、そのなんかまあ条件的には綺麗じゃないですか。で、その冬と春だから合わさらないもので幻想的みたいな意味合いやったらよくわかるんですけど、何と舞ってるでしょうか。社会派や。その重荷を一生子供に背負わせる。まあこれを思い浮かべた時に大変やなとしか思わないですよ。うん、その場合あの雪の舞い方が変わってくるなっていう。はい、じゃあ皆さんお答えをどうぞ。カニ。恐ろしい鬼。ああ、なるほどね。あとはゴミ。ゴミね、藤尾君。ゴミ、うん、ゴミ。そうね、カニ。コーラのラで、あーコーラのラで、でこれ答えは絹の服と雪が舞うです。小声神社じゃん。小声神社。意味わかんないでしょ。絹の服が舞ってどうするんや。だからまあこれを聞いて僕が思い浮かべたのはものすごく猛吹雪で、外に干してた洗濯物ポン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 なんと大変な。おお、大変や。なんだな、確かに。意味がわかんないですよ。なんかこれを。だから絹とやったらまだわかるんですよね。ああ、白いものつながる、ね。そう、うん、まあそれはちょっと綺麗な羽衣的なね、うん、感じかなと思うけど、服にしちゃったからね。縫っちゃったから。そう。うん、干しちゃったからね。既製品になっちゃった。うん。絹の服と雪が舞うくんっていうことだよね。そういうこと。そうだね。枯れてんな。これ考えると日本ってマシでしょ。マシだわ、確かに。じゃあ次の問題。はい、いきますよ。これもちょっと毛色を変えました。巨人の助っ人ビル・ガリクソンの息子の名前は、うん、もしかしたらこれでポイント取っとかんとゼロかもしれないです。実質これ取ったやつの価値。
これもね、有名、まあ、有名かな。僕はちなみに知ってました。だからこれ調べたんじゃなくて、これはドキュンやなと思って出しました。巨人関係あるあるかな、まあ、要は日本に中途半端に染まってしまったがゆえにみたいな。いや、わかんないですよ。中途半端に染まってしまったがゆえにかわかんないですけど、ちゃんと染まってたら、そうはつけへんかったやろなと思う。ほう、はい、はい、じゃあ、お答えをお出しください。デーブ・ガリクソン、山田・ガリクソン。僕、ガリクソン。むしろ俺、ガリガリ・ガリクソンからさ、デブ・ガリクソンだったら面白いんじゃねえかと思って持ってきたのに、悟空が出てくると思わなかったからさ。あんた俺一番普通の答えなんじゃないの。一番俺ボケ狙いに行ったの。一番ヒントに忠実な。結果ね、結果デブ・ガリクソン、まあこれは答えはね、近いです。もう本当に近いんです、考え方はね。要はチームメイトと仲良くしてたんですよ。その人の名前をつければよかったんですけど、この名前配った。呼ぶやん。そうだね、桑田の名前、桑田が名字ね。理解しきれない。そうだね、中途半端で。でももうすごい仲良かったってことだよね。そう、自分でもすごい名前つけるんだ。で、その桑田っていう子が、テレビ出てたんですけど、テレビ回ってる間ずっとガム食ってましたね。メジャーリーガーしかないよ。まず、ガリクソンも桑田もどっちも息子の教育には失敗したと。はいはい、いうことでしょうね。うめえこと言ってんじゃねえよ。はい、じゃあ次、スタイル、スタイル。え、これニュージーランドです。たスタイルも多分英語やもんね。ニュージーランドって何語か分かんないですけど、ダービースタリオン、スタリオン。そう、スタリオンの意味が分かっていれば答えられます。で、これ僕は自分の名前これやったら死ぬと思います。マジで死にます。まあ、もしくはこの通りに生きれたら、まあそれは良かったなとはとも思いますしね。この名前でモテたらいいんですけど、我々モテないんで。小沢君は間違いますけど、我々ここでモテないんで、それでその名前をちょっとなっていう。ダビスタがどういう意味かっていうことだよね。まあ、そう、まあ、俺もこの名前つけて死ぬっていう名前かも。ちなみに僕、小沢君の下の名前未だに知らないですよね。嘘や、トモや。違うわ、惜しい。トモ、惜しくね。惜しい、ヒサノリ、惜しい。全部惜しくね。まあまあ、全部日本語や。全部惜しい。今スタリオンでいっぱいだから。あれじゃん、あのね、オザが書くじゃない。オザの振動が岩石を通して埋葬されたらめちゃめちゃ揺れる。これは増殖じゃない。調教師、スーパーヒーロー。みんな全然甘いよ。甘い。これ答えはですね、種馬。そっちか。いや、ダビスタって要はね、子供を競馬を産んで、でダービー、そうだね、競争を出す。あ、そうなんや。で、競走馬と種馬でダービースタリオン。ダービーのスタリオンじゃなくて、ダービー&スタリオンって意味だったんだね。でこれ、モテるんだったらいいけどね。タネ馬やったらいいけどね。だって調教師っていう名前だったらまだ俺死ななくてもいいよ。モテてないやつが。俺この名前だったら、俺この顔面で生まれてたら生きていけない。確かにね。で、おそらくこれを貴公子じゃなくて、おそらくプリンスと呼ぶ。そう、プリンスだったら。そう、キウチプリンスだったらさ。はい、皆さん残念、これサービス問題だったんですけどね。あー、確かに。難しかった。はい、じゃあ最終問題です。これは読み方を答えてください。読みです。これは、どこやったかな。スウェーデンですね。飛んでんな。飛んでますね。で、これヒントを出すとですね、めっちゃ書いてあります。4文字です。読み方4文字です。ああ、そう。うん、要は暗号みたいになってって思うでしょ。分けてくんだね。なんかつけた人に聞いたみたいなやつを聞いたら、暗号でもアルゴリズムでもないです。アルファベット4文字って
日本語で読んでる。日本語読むんですね。日本語で読む。漢字含めて。え、日本語で漢字？漢字？え、だって日本語って。だってスウェーデンの人の名前だからね、これ。スウェーデンの人の名前の漢字はおかしい。これ、読みを叩いてって。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、これを4文字で何？読むんです。じゃ日本語で、この人の名前を日本語で読んだら読む。俺も今映ってねえよ。ちょっと待って、一つ、これから先のことも含めて話させてほしいんだけど、はい、読みに漢字は入らない。カタカナかひらがなです。そうで、今回は、もう優しく言うとカタカナです。外国やからね。すごいな、子供に話すじゃないか。カタカナ4文字。はい、わかりました。はい、カタカナ4文字。はい、あー、これはなんだ。でも名前は普通なんですよ。すごく普通。欧州系の読みなんか今気づいた。小沢君は4文字から外れてた。今数えるの？数える。それは俺もね、間違いかなと思って何回か確認したけど、何回か4回叩いた。オッケー、オッケー、行こう。はい、じゃあ、お答えですね。どうぞ。ブラウン。ピエール。今ダメだ。ピエール。もうですよ。まあ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 、そんな感じですよ。でもみんな違いますけどね。ちなみにあの、読みは、アルミ。うわだからこれやったらいいんですけど、これでまずあのこれ書けるようになるのは何歳なんやっていう。そうだよね。で、あの多分おそらくこれあのテストの時にスタートでこれ書くのに2分ぐらい費やすっていう。多分さ、公的な書類の欄にこれ収まらない。そうね、あの京都の地名みたいなのね。ちなみにこれ、ラスト問題だったんで。あ、なんだよ。はい、ということで、ドキュンネームクイズ、終了ですけども、斜め上どころの騒ぎじゃないでしょう。そうね、やっぱり皆さん、全然答えられなかった。俺の次もせんかった。やっぱりその、みんなね、あの海外への職種っていうのをね、伸ばしきれてないということで、やっぱりその罰ゲームっていうのは必要かな。まあこれから皆さんもう30代、これから子供を産むような年齢になってきてます、うん、罰ゲームは、で万が一子供が生まれた場合に、その子にドキュンネームをつけると。進んで、ね、進んでつける。ちなみに、つける、ドキュンネームはこれです。前さ、俺の子供の人生決めんなよ。はい、ということで ね皆さんもこれを参考にして、海外のドキュンネームを見つけたときは正確に読んであげてください。はい、この動画が面白かった、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。本日はマネで失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。クワタガリクソンも俺好きだけど。